そうで2試合目ですからね、はい、もうだいぶ日本のバッターにも慣れてきたと思いますから。そうですね、でコントロールはもう初めからいいですもんね、はい、今日がペトラーズは3試合目でしたけども、最初からいいピッチングしてましたもんね。そうですよね、さあ反撃開始の台へ城島、やはりこの城島先頭バッターが出るか出ないかで相当違いますね、勝負に左右はねされます。ワン・ツー、4万5千人入りました今日の福岡ドーム、外角です、スライダーが決まって2エンド2になりました。なかなか鈴木平も先ほどちょっとコントロールが思わしくないかなと思ったんですが、いいピッチングしますね、うん、そうですね、要所要所を進めてきますよね、はい、渡辺さん、はい、ブルーウェーブ先発の岡谷投手なんですが、まあ、良くも悪くもなくなんとか7回まで投げることができました。勝負どころでやっぱり甘くボールが入ってしまったことが敗因ですと、まあ、取られなくてもいい点を挙げてしまったのが反省点ですねというふうに言ってます。そうですか、やはり川村コーチと同じような言葉をピッチャーの金田自身が入っています。川村コーチも今日はよくもなし悪くもなしというピッチングだという話だったんですが、良かったところは大変ですね。大変ですね、はい、これはボールです。 2-3 になりました。フルカウント、この回先頭バッターの城島です。大きなバンドファウル、この人には特にこの体をご覧になってもお分かりのように大型キャッチャーですので、ファンはどうしてもあのホームランもね望むわけですよね、はい、まあでもここはヒットでいいです、塁に出ることでいいですよね、2点差ですからね、はい、2-3 よく粘ってますよ。粘りますね、はい、もうフォアボールでもいいんですからね、はい、こういう場面では痛烈なレフト前ヒットでもフォアボールでも同じですからね、もう価値は一緒ですよね。そうですね、はい、粘っている城島、ストライク、インサイドをつきました。これは打てなかったというところですね。最高の球ですね、最高の球、はい、シュート、そうですね、もうギリギリですよね、もう城島君も手が出なかったという感じですね。鈴木としてはしてやったりという感じですか。今の手は来なくていいという感じですか、はい、変わらなくていいという感じ言ってんじゃないですかね。言ってんですか、はい、ああ変えますね。しかし、うん、鈴木平としてはいいや、ピッチングコーチの川村さん来なくていいよと。だから左が続きますから、あの水尾君を行くんじゃないですかね。なるほど、で笑いながら川村ちょっと笑ったけど、その後は あんまりこれは不満そうな表情ですね。いいピッチングしますからね、左だって抑えられるのにという感じでしょう。オリックスはねこういう個性のあるピッチャーが多いんですよ。そうですか、はい、あ
顔では笑ってますけどね、心で怒ってるんですよね。マークですね。マークですね、渡辺さん、はい、林選手の続報が入りましたのでお伝えいたします。大学病院の方で、検査をした結果なんですが、骨には異常はなし。あ、よかったですね。はい、左の鼻の下を5針縫う怪我でした。5針、はい、5針縫いました。で、抜歯予定、抜糸ですね、予定は1週間後に糸を抜く予定だそうです。抜歯1週間、はい、そうなんですね。チームに帯同するかどうかというのは今後の予定はまだ決まっていないそうです。まあ、骨には異常がなかったということで、ひとまず安心というところです。はい、